米ハワイ在住の女優、伊藤美咲、44、が19日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。仕事で米ハワイから帰国したと報告していた伊藤。この日は茶色いトップスを着た姿や、白いワンピース姿で白いブーツを履いた全身ショットなどを掲載。マネージャーより、昨夜は突然ですが占ってもいいですか？をご覧いただきまして、ありがとうございました。収録当日はいつもより緊張していた感じの美咲さんでしたが、楽しく参加できました。収録当日に着ていた白いワンピースは、SOV、ソブ、です。また、今発売中の BST にも美咲さん掲載されてますので、ぜひご覧くださいね。と綴った。フォロワーからはいつ見ても、お綺麗です。変わらない美しさ、本当に綺麗でした。綺麗すぎました。本当に美、めっちゃ美人さん、美しすぎます、などの声が集まっている。伊藤は2009年にパチンコメーカー協楽産業社長の榎本義則氏と結婚。結婚後はハワイで生活している。3児の母。